プロです。ゴルフのですね、あのボールの方を、欲しくてですね、購入したものが、届いたんですが、テーラーメイドの TP5X です。シュリンクがしてあります。なかなかボールにシュリンクしてあるってないんですけど、それでですね、あれこれついこの間まで売ってたのじゃないって思ったんですね。で、まあよく、まああれですね、画像検索の方で調べてみたら、どうやらこれは2017年モデルの、TP5X の箱だということが分かりました。ちなみにこれがつい最近まで僕が使ってた2019年版の、TP5X なんですけど、はい、まあ箱がね、全然パッケージ違います。ボールをね、取り出してみたわけですよ、中から。こんな音します。まあ、2019年度版の、まあ、ウレタンのね、あのカバーのボールなんですけど、音聞いてください。2ピースって思ったわけですよ、最初。まあ、あとですね、よく見てみると分かるんですけど、あんまり違わないかもしれないけど、でもね、光沢も違うんですよね、実は。そしてこちらね、これは確かに2017年モデルの TP5X はこういう風な印刷でした。これが2019年版、このね、印刷がおかしいなっていう風に思ったのが一つあるんですけど、よく見てください。これ2019年版、ボールってこう2つのものをくっつけるわけですから、基本的にこの文字の横を見ていただくとシームっていうのが存在するんです。そして大体こういう印刷っていうのはこのシームの上に、プリントされているものなんですが、シーム、まあ、そもそも印刷がディンプルの上にしてあるんですね。ディンプルの上に印刷をするってことはメーカーさんは、基本ありません。っていうかあったら X アウトっていう弾かれた品になってしまうんですけど、TP5X2017 とかいうので画像検索していただくと、当時のボールが出てくるんですけど、それは、ちゃんとシームの上に、印刷がされてます。どう思ったかっていうと、このボール偽物考えはいきました。まあ、なぜなら表面のね、光沢も違うし、持った感触もこれ2ピースだろうっていうふうに思ってるところもありますし、あと叩いてみても硬いし、シームの上に、印刷がされていない。肩先のとこからは、連絡が全く来ませんので、まあ、そもそも僕も自分でこうやって買ってしまったので、まあ仕方ないなっていうところと、あと、何かというと、ちょっと今こうやって撮影してるぐらいなんで、あ、面白いネタができたっていう喜びの方が大きくてですね、今こういう風に撮ってます。であと皆さんも、ボールを買うときに、あ、僕みたいにね、安く買おうと思ったがために、偽物をつかまされてしまったということがないようにですね、お気をつけください。実際に打ち比べたらどんな感じになるのかっていうのもやってみたいと思います。簡単なところからやってみましょうね。8番アイアンです。通知はこちらのですね、キサイスポーツさんのスイングキャディの、SC300 というモデルを使ってみようかなと思います。通常の、2019年モデルの TP5X はあります。あ、大体いつも通り150ちょっとで、もう一回157.9ヤード。さあ次、この、まあ、一応箱でいうと2017年モデルの TP5X 出てくると思います。音がなんかカチ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 言ってるから、本当ツーピースなのかなって思うんだけど、さあこんなボールが147ヤード。これね、さっきの150何歩飛んだのと同じぐらいになったり、148ヤード。やっぱりね、ちょっと飛ばない。これ2017年モデル、カチンと。で、これ2019年モデル。ちょっと音違うんですけど、
あんま変わんないよって言われたら変わんないかもしれないからですけど。じゃあ次、4万円、偽物じゃないか疑っても、4万円切り替えます。これね、リモコンに番手が書いてある、これで切り替えて、結構ね、すごいね、正確な数値がね、出ます。すごい高い機械じゃないんですけど、すごい優れものですよね。さあ、見てみましょう。いい感じ、198ヤード、2019年まで。大体僕の中では200、コースの中で200ちょっと、210までいかないかぐらいかなっていう感じで打ってるのがこのマーナーなんですけど、ちょっと見てみましょう。212ヤード。これミスった。200ちょいぐらいでしょ。206ヤード。次、ドライバー。怪しい方から。ドライバー切り替えます。244ヤードです。じゃあもう一球。245です。2019年版、これは本物ですよ。いや、本物球ね、さっきみたいな、さっきの偽物に断定しちゃってるみたいな感じです。見てみたいと思います。254ヤード。10ヤードも見ますけど。275です。ラスト。にもう一回怪しい方。お、これいい当たりは280ぐらいいったでしょう。263ヤードです。まあ、結果飛ばないんです。飛ばないっていうのが分かりました。で、僕がですね、その画像検索の方から偽物なのかなと思って調べたのでいくと、ラウンド中に使われてた方がですね、やっぱりこう数ホールこなしていくとボールが割れたというような、意見がですね多く書かれていましたので、まあ、耐久性も低いんだろうなと思います。あとやっぱどうしてもキャストブレターの感触ではない、やっぱツーピースっぽい感触なのかな、スリーピースなのかな、スリーピースなのか分かんないけど、でもいつも使ってる、TP5X ではないというのは明らかに分かります。もちろん2017年モデルと2019年モデルは確かに進化してるから変わってるのかもしれないですし、まあ、あとね、僕テラメイドと逆境じゃないから、テラメイドさんのあれなんじゃないんですけど、このボールは本当好きなので、なんでって思ってるところがありましたので、結果からすると、怪しいボールは飛ばないっていうところが、結果となりました。打ってみてどんなだったかなっていうのも面白いなと思います。たまにね、こんなあの偽物みたいなね、あのボールだったりとか、あの、まあね、偽物クラブもあるかもしれないので、そういうのを、ね、見つけた時はね、またね、打ってみたいなって、打ち比べてみたいなって感じですね。はい、以上になります。またね、レッスンの方、ご視聴ください。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。